早く新 CM を見たい、との声がファンから寄せられ、ミスジンソーラの爽やかな味わいを楽しみにしている様子が伺えます。サントリーが2023年、ノンアルコールビール、オールフリーの新 CM には、シクストーンスの松村北斗を迎えていました。しかし、ジャニーズの創始者であるジャニー北川氏の性加害問題が浮上したことで、サントリーは独自の姿勢を示しました。被害者の救済策や再発防止策が明確になるまで、 旧ジャニーズ事務所との新契約は見送る方針を打ち出しました。一方で、サントリーは過去にも異なるアプローチを取り入れ、2018年には、新しい地図の稲垣五郎と香取リ慎吾を、オールフリーの CM に起用し、2023年からはリサイクル啓蒙運動の CM には草号も加わりました。この決断は、新しい地図がジャニーズ事務所を離れて初めてのテレビ CM であり、他の企業もこれを追随するきっかけとなりました。 サントリーは忖度を廃し、コンプライアンスに厳格な姿勢を持つ企業であると評価されています。平野市業も旧事務所を離れましたが、事務所の垣根を越えて、実力と人気を兼ね備えたタレントに積極的にチャンスを提供しています。雑誌の表紙を飾れば即座に完売、商品を身につければ売り切れ、インスタグラムのフォロワー数は413万人超、2024年2月1日午後7時現在。 平野紫仕様の圧倒的な人気は驚異的です。サントリーは公式なリリースをまだ行っていませんが、すでに話題沸騰中。これだけの反響が、匂わせだけで巻き起こるなんて、さすがの一言です。サントリーはこれまでの経緯からもわかる通り、独自性と選択の自由を大切にし、企業としても個々のアーティストに対しても公正なスタンスを貫いています。それが彼らの成功の秘訣の一端かもしれません。 新 CM の主役、紫テルさんが演じる紫テルジンソーダとミスジンソーダ。どちらも透明なエメラルドグリーンで、今は少し寒いけれども暖かな部屋で味わいたくなりますね。清潔で全方位クリスタルな美しさを感じるこの瞬間、サントリーが新たなトレンドを作り出す指標に期待が膨らみます。紫テルさんの起用に対するコメント欄も活気に満ちています。彼の魅力に触れ、驚きと期待が詰まったコメントが寄せられています。 渋谷の巨大広告が見たい。ジャニーズを離れても注目される理由は何だろう内面的な美学が素晴らしいからかな。そして、ミスジンソーダを早く CM で見たい。など、ファンたちの期待が高まっています。何人かのファンは、スーパーのお酒売り場で働いている様子。まだ陳列はされていないとのことですが、メーカーとのやりとりの中でポスターが欲しいという声が上がっています。これぞまさに人気者の証。 アンチのコメントも見受けられますが、テレビやメディアがどこかに忖度しても、渋谷ジャックまで邪魔できない状況です。今後、スクランブル交差点を中心とした大看板や、センター街の広告、原宿渋谷間を走るラッピングバスなど、どのような展開が待ち受けているのでしょうか。早く新 CM を見たい、との声がファンから寄せられ、ミスジンソーラの爽やかな味わいを楽しみにしている様子がうかがえます。 紫てるくん、早くスポットライトに登場して、ファンを新たな興奮に導いてください。